ハールーンアイコールラシードがカール大帝の派遣団と会う場面ハールーンアイコールラシードの治世中にバグダードの街は繁栄の道を進み始めたハールーンアイコールラシードはアッパース朝第五大カリフハールーンアラシードや定官し抜きのハールーンラシードともカタカナ表記されるファーストネームのハールーンはイスラームにおける預言者の名前で聖書のアロンに相当する君やは 当初はブームサーで、その後、アブージャファルになったとされている。なお聖妃ズバイダの国やは、実施の名前を用いた、ウンブアルアミーンよりも、祖父の名前にちなんだウンブジャファルの方が広く知られている。即位にあたっての名は、アイコールラシードビッラーアブージャファルハールーンで、意味は、アッラーによりまさしき道に導かれし、もの、ジャファルの父ハールーンである。しかしながら、 古くからビッターこのハールーンアイコールラシードの通称で親しまれてきた。その知性はアッパース朝の最盛期にあたり、千代人世物語などで前世紀のアッパース朝に君臨した偉大なる帝王として語り継がれている。父は第三代カリフのマフディ。母は南アラビアのイエメン出身の元女奴隷、ハイズラーン。同母兄に第四代カリフのハーディがいる。 他には、ヤフヤ・イブン・ハーディドの次男、ジャーファルに嫁いだ妹のアッパーサがいるが、どうぼかは不明。正秘は、マンスールの孫で十枚のズバイだ。子は、アミーン・マームーン・ムータスイムタタスー。785年に即位した兄のハーディーは、即位わずか1年で、謎の急死を遂げており、この死は、ハイズ・ラーンが関与した暗殺だったという説がある。 ペルシア人の官僚ヤフヤーイブンハーリドの貢献を受け、父の知性から若くして、東ローマ帝国との戦いなどに参加、786年に23歳でカリフに即位した。即位後は、ヤフヤーが最初に就任し、ヤフヤーの二人の息子ハードルとジャーハルをはじめとするバルマク家の者がハールーンの知性を支えた。796年には宮廷を、 ユーフラテス川中流の落下に移転させ、知性の残りを落下に気づいた宮殿で過ごした。落下は農業の中心、交通の要所で、シリアエジプトやペルシャ、中央アジア方面の軍の指揮に適するほか、東ローマ帝国の国境に近い戦闘の最前線でもあった。ハールーンは797年、803年、806年と3度に、 渡って行われた東ローマ帝国に対する申請で、いずれも勝利を収め、アッバース朝の勢力は最盛期を迎えた。この間、803年には牽制を握りすぎたバルマク家の追放を決意し、ヤフヤーとファドルを捕らえ、ジャーファルを処刑して、バルマク家の財産を没収、カリフによる直接統治を開始した。しかし対外的に絶頂を極めた影で、帝国の内部は、 地方の反乱に悩まされ、アッパース長は分裂に向かい始めていた。さらに、バルマク家の追放後は、カリフの側近の軍人たちが権力を握り始め、後のマムルークによる支配体制の短所が見られるなど、この時代は、アッパース長の統一とカリフの支配力が緩み始め、衰退の兆候が現れた時期でもあった。文化の面では学芸を奨励し、 イスラム文化の黄金時代の土台を築いた。ありがとうございます。